アジアの人々と手をつなぎ、憲法9条を生かした自主的平和外交、ロシアのウクライナ侵略を許すな、戦争の一刻も早い終結をです。司会を担当しますのは京都総教青年部の田中悟と社協専任委員会の島津留美です。どうぞよろしくお願いいたします。ここからはマスクをさせていただきます。今世界に目を向けると、ロシアによるウクライナ攻撃が1年を超え、国内では岸田内閣による大軍拡が始まり、憲法審査会で緊急事態条項を制定する動きが強まっています。憲法をめぐる状況は極めて厳しいですが、今日は皆さんとご一緒に日本国憲法の価値を再確認したいと思います。今憲法の三大原則である主権在民、基本的人権の尊重、平和主義が大きく揺れています。自衛隊を軍隊として憲法に書き込み、アメリカのための戦争に加担させるのか、そのために国民の人権を大幅に縛る緊急事態条項を成立させ、政府の暴走に反対する国民を封じることを許すのか、国家緊急事態条項とは憲法に創設し発動すれば直ちに独裁が確立してしまう極めて危険な独裁状況に他なりません。日本の戦前戦中の戒厳令に等しいのです。私たちは歴史の岐路に立っています。決してあの戦争の時代に後戻りさせてはならない。私たちの平和への活動が実を結ぶよう頑張っていきましょう。どうぞよろしくお願いいたします。本日会場でお配りした資料には、大軍拡大増税の撤回を求める緊急署名の用紙が2枚入っています。1枚は持ち帰っていただいて署名活動を広げていただく分です。もう1枚はこの会場で署名をしていただく分です。もしまだ署名をしておられない方がいらっしゃいましたら、ぜひこの会場で署名をして会場入り口のスタッフに預けてください。よろしくお願いいたします。残る署名用紙はお持ち帰りいただき、周りの方々にご協力を呼びかけてください。今年もコロナの感染拡大には留意していきたいと思います。マスクの着用と、そして会場内は全面禁煙です。ご協力をよろしくお願いいたします。この集会は YouTube での配信と IWJ がそれぞれライブで中継しています。地域では集会に参加できない方が集会所等に集まって視聴してくださっています。中継をご覧になっている皆様、一緒に集会を作っていきましょう。本日は憲法9条京都の会の代表世話人の木戸栄一さんと高山かな子さんが参加されています。主催者を代表しまして、木戸栄一さんから開会のご挨拶をお願いします。ようこそいらっしゃいました。君たち中国に勝てるのか、こんな正気の世話とは思えない題名の本、皆さんご存知でしょうか。これは2016年に安倍晋三がですね、外務省、防衛省、それから自衛隊の幹部を前にして胃の一番言ったセリフ、君たち中国に勝てるんだろうな、ここから来ています。前の年安保法制はね、日本は大揺れに揺れました。この時安倍晋三は朝鮮有事に備えた安保法制を言ってたじゃないですか。でところが中国に勝てるのかいうことを大真面目に、そして台湾有事は日本有事だ、
もうほとんどですね、米中開戦を心待ちにしているかのような、そういう趣であります。ちなみにこの本では日本はアメリカとの一緒になって総力戦を貫けば勝てると、今度は勝てると、こういうシナリオです。でこのシナリオにのっとって例えば基地強靭化とか起こってるわけですね。自衛隊の基地を地下に潜らせる、核攻撃にも耐えられるようにする。周りの人どうなるんですか、周りの国民どうなるんですか。安倍晋三は一方で歴史を散々偽造してきました。あの戦争で途端の苦しみを負ったアジアの人たち、日本の人たち、岸信介にしてもあるいは岸田のおじいさんにしても責任取りましたか。今度米朝開戦になって必ず日本が巻き込まれる、そう、もうそういうシナリオになってるんです。そこでまた彼らは責任逃れをして逃げ放そうという算段だろうと思います。これ以上彼らの思うがままにさせていたら本当に私たちの命はむざむざ奪われる、本当に戦争か平和か岐路に立っていると思います。なるほど、ロシアのウクライナ侵略で多くの人たちが不安を覚えている、それは本当に無理からぬことです。でしかし軍事には軍事だ、力は力だ、やってしまっていいんでしょうか。そこにあるのはもう本当にマイナスのスパイラルでしかないというふうに思います。命こそ一番大事だという価値に立って、でそれを体現している憲法9条の原理に立って東アジアからアジアからそして世界に平和というものをきっちりと伝えていかなければいけない、本当に大事な憲法集会に今年はなったというふうに思います。天気のいい中足を運んでくださってありがとうございます。最後までどうぞよろしくお願いします。ヒロさんありがとうございました。憲法を守り生かすには私たち市民の運動と憲法を大切にしようとする政党との連携も重要です。本日も来賓として政党の皆さんがお越しくださっていますのでご挨拶をいただきたいと思います。大変短い時間で恐縮ですが3分以内でよろしくお願いいたします。はじめに社会民主党京都府連合代表の中村有夫さんよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは、社民党京都府連合代表の中村有夫でございます。トップバッターということですので短くご挨拶を申し上げたいと思います。憲法が公布されて76年が経過いたしました。この間これほどまでに世界戦争に向けて日本政府が具体的に戦争準備を開始した平和憲法を踏みつけにし参戦国家へ大きく舵を切ったという、そういったことは未だかつて全くありませんでした。私たちはしっかりとこれを危機意識として捉え優柔不断を捨て日本政府参戦国家を目指す自公政権、そしてまた維新や国民等々の戦争推進派に対してしっかりと戦いを挑んでいく、そういった決意の場に私たちはこの場をしなければならないと考えております。この5月9日には防衛産業生産基盤強化法案とか防衛力確保のための財源確保法案、こういったあの43兆円5年間で軍事費を使うというそういった建前に引き続いて国内の軍事産業を育成し、場合によっては国営の軍事産業を
設立する、そういった覚悟の法案と、そしてまた各種予算のバックヤードとして保たれているところの財源を軍事予算にもぎ取ることができる、軍事費に転用することも可能だという、そういった法案、2法案が5月9日の予定で衆議院本会議に向けて、可決に向けてもぐるまわれているところであります。私たちは断じてこれを許すことはできないと考えております。社民党は護憲の政党として一貫して戦ってまいりました。この平和憲法をしっかりと守り、その精神を国政の場で、地方自治の場でしっかりと展開し、皆様方と共に反戦平和充実した暮らしを勝ち取っていく、その先頭に立って戦い抜いてまいりたいと思います。ここに結集された全ての皆様方と共に、私たち社民党はしっかりと戦ってまいります。簡単ではございますが、皆様方への連帯のご挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。高村さん、ありがとうございました。続きまして、新社会党京都府本部書記長の駒井隆之さん、よろしくお願いします。5.3 憲法集会開催おめでとうございます。新社会党京都府本部書記長の駒井です。昨年12月、岸田政権は敵基地攻撃能力の保持を認め、軍事費の大幅増額、大増税に踏み込む安保3文書を閣議決定しました。これは戦後の安保保障政策の大転換で、平和憲法を空軍化する許してはならない暴挙です。自衛隊が米軍と共同で戦争を開始した、そのような悪夢の現実が迫っています。防衛省のシンクタンクで安全保障や戦士などを研究する防衛研究所が2021年度に中国との戦闘を想定した研究をまとめました。中国からのミサイル攻撃を受けることを前提に、残存兵力で中国を海上で阻止する戦略を提言しています。報告書をまとめた防衛政策研究室の高橋杉雄室長は、攻撃を受ける地域の一つとして南西諸島が想定されると述べています。報告で示された防衛戦略は、一定程度攻撃を受けることを前提にして長期戦に持ち込むという考え方です。ミサイル攻撃の能力を考えれば、短期決戦では中国が有利になる。しかし半年から1年ほど時間を稼げば、他地域に配備されている米軍が駆けつけて日米が有利になる、高橋室長との考え方が構想の根本にあります。まあ、驚くべき内容です。無党陸との違いはありますが、これでは沖縄戦で第32軍司令部が遂行した戦略持久戦の再現ではないですか。本土決戦の準備のための時間稼ぎによって、一般住民に多大な犠牲を強いた作戦の過ちが繰り返されようとしています。持久戦の再現を断じて許してはなりません。残存兵力で長期戦で戦うとは、自衛隊員が一定程度なくなるということを前提とします。民間人からも死者が出るでしょう。沖縄戦の最大の教訓は、軍隊は住民を守らないということです。コロナ事態を避けるためにも普段の外交努力は求められます。まあ、実際に台湾有事が起こる可能性は小さいと思われますが、アメリカの挑発によって限定的戦争が起こる可能性はあります。なぜならアメリカは世界のどこかで戦争が起こっていないと軍需産業が儲からないからです。アメリカに追従し戦争の道へと暴走している岸田政権を打倒しましょう。ありがとうございました。駒井さん、ありがとうございました。続きまして、日本共産党参議院議員の井上哲司さん、よろしくお願いします。皆さんこんにちは。共産党参議院議員の井上哲司です。
76回目の今日の憲法記念日、戦争国家づくりを突き進むのか、それとも9条を生かした平和の国家を歩むのか、歴史の大きな分かれ道の中で迎えました。岸田政権による専守防衛を投げ捨てて、そして憲法解釈も踏みにじる敵基地攻撃能力の保有と大軍拡の企みを阻止するために共に奮闘する決意です。共に頑張りましょう。よろしくお願いします。政府がまず買おうとしているトマホーク、厚い壁も貫通する他国領土攻撃に特化した最新鋭のものであることが明らかになりました。そして舞鶴の2隻も含むイージス艦に全てに配備可能とする計画であります。これから保有をする長い射程のミサイルを保管する弾薬庫、全国まず4つ計画されてますが、その第一が放送の弾薬庫であることも明らかになりました。この京都が出撃基地とされようとしています。そうなれば一体どうなるのか。日本が攻められてなくても集団的自衛権行使として米軍と融合する形で敵基地攻撃を行う、そうなれば当然報復があります。真っ先にこれらの基地が対象になります。すでに防衛省はそのことを想定をして核攻撃もあり得る、そんな前提で京都の基地を含む全国300の自衛隊基地の核シェルター化など強靭化を進めていることも明らかになりました。皆さん、日本を守るためではなくてアメリカと一緒になって日本全国をどこでも戦場にする、そういう危険をもたらすことはもはや明らかではないでしょうか。沖縄戦で4分の1の県民を失った沖縄の糸満にある平和記念資料館にはこう書いてあります。戦争を起こすのは確かに人間です。しかしそれ以上に戦争を許さない努力のできるのも私たち人間ではないでしょうか。これこそ政治の仕事です。これこそが9条を持つ日本がやることです。紛争を絶対に戦争にしない、9条を生かした徹底した平和外交、これ進めろの声をご一緒に上げようではありませんか。今事項に維新国民も一体となって憲法審査会がご利用しをされて集団ご利用しをされる中で改憲発議に前のめりになっていることは本当に重大であります。国民の中には今さまざまな意見があるのも確かです。しかしじゃあ国民が急いでいるのか。つい先日の共同通信の世論調査は改憲の機運について高まっていない、どちらかといえばを含みますと 71% です。また先日の毎日新聞の世論調査、岸田総理の在任中に憲法改正をすることについて賛成 35%、 反対 47% でした。1年前は賛成44、反対31だったんです。賛否が逆転をいたしました。皆さん、こういう今の国民の声の下で歴史的分かれ道をどちらかに進むかどうかはまさに私たちの取り組み運動にかかってるんではないでしょうか。岸田政権の大軍拡のその危険な中身を国民の中に広げに広げて戦争国家づくりを阻止しようじゃありませんか。憲法9条を生かした平和外交こそご一緒に進める決意を述べましてご挨拶とします。頑張りましょう。井上さん、ありがとうございました。続きまして令和新選組参議院政策委員の長谷川愛子さん、よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。ありがとうございます。ありがとうございます。先ほど井上さんがおっしゃったように今まさに憲法審査会で改憲の発議がなされようとしています。これ与党だけではない、一部の野党もこれに乗っかってあっという間に本当に議論が十分に尽くされないままこれを進めようとしている。でも私たちはまず憲法の改正を議論する前に
今私たちの権利を謳った憲法が十分に生かされているのか、それを問うべきだと考えています。例えば憲法25条、全ての国民は健康で文化的な生活を送る、そんな暮らしを送る権利があると謳われています。でも今日本では子どもたちの7人に1人が貧困状態であると言われています。憲法がまさに守られていない、これが一番の問題だと私たちは訴えているわけです。そして憲法13条に全ての国民は個人として尊重されると謳われています。でも私たちの権利、十分に尊重されているでしょうか。特に女性の権利、子どもの権利、十分に尊重されているでしょうか。そして障害のある方たちの権利、十分に尊重されているでしょうか。私たち令和新選組、3人の重度障害の国会議員がいます。彼らが今国会で戦っているのは温情主義に対してです。障害があってかわいそうだから助けてやる、そうではありません。障害があっても病気になっても、どんな状態であっても一人の個人として尊重される、これが私たちの権利なんです。これをしっかりと取り戻すために戦っていかなければいけません。そして何よりも憲法15条に謳われている全ての公務員は全体の奉仕者であって一部の奉仕者ではない、この言葉を今の与党に突きつける必要があります。公務員の中には当然議員も含まれていますが、今の政府どちらを向いて奉仕しているでしょうか。アメリカの方ですよね。その通りです。そして一部の企業の利権のためにばかり働いている、原発もそうです、軍需産業もそうです。私たちの方は全く向いていない、今の政府こそまさに憲法違反をしているのだと私たちは訴えているわけです。今憲法12条、これが今ほど大切な時はないと思っています。この憲法を守っていくために、私たちの自由と権利を守っていくために不断の努力を私たちはしなければいけない、これこそ今生きている私たちの義務だと私も思っています。私自身も4年生と小学校1年生の子どもの母親です。私たちの憲法、この大切な憲法を私たちの代で変えてしまうのではなくて、次の世代に大事な宝物として渡していくために、今こそ皆さんと力を合わせて憲法を生かすように訴えていきたいと思います。どうか一緒に頑張りましょう。ありがとうございました。長谷川さん、ありがとうございました。ご登壇いただきました各政党の皆様に、ご来席いただきます。ありがとうございました。それでは皆様、ジャーナリストで日本平和委員会常任理事の末宮靖さんをご紹介いたします。末宮靖さんは新聞の論説委員をなさっていらっしゃいましたジャーナリストで、現在は日本平和委員会常任理事でいらっしゃいます。末宮さんの数々のご著書の中で、私が感銘を受けたものに、日米指揮権密約の研究、自衛隊はなぜ海外派兵されるのかというのがあります。この本大変いい本です。強く皆様にお勧めしたい本です。3冊ご寄贈いただきました。あのグループでいろんな方と読み合っていただきたいので、あのそういう方、あの お名乗りください。アメリカで機密解除された公文書を丁寧に調査し、戦争になったら自衛隊が米軍の指揮下に入ることに、指揮権密約の存在とアメリカのための戦争に軍の指揮権に入ることに、日本を巻き込むこの密約が生まれ、実行されていく過程をつぶさに明らかにされています。大規模な日米共同演習が実施されている現状を見るとき、この本に書かれている内容が現実味を帯び、
憲法に自衛隊を書き込むことの恐ろしさを改めて感じます。私は末延泰史さんにご本人にお話しいただけることを心から待ちわびておりました。本日はアメリカの世界戦略を担う岸田大軍拡、今輝く憲法9条というテーマでご講演いただきます。それでは末延泰史さん、どうぞよろしくお願いいたします。ご紹介をいただきました。私、末延泰史と申します。私は、政治記者として、永田町、それから自民党ですね、それから、内閣、それから外務省、防衛省などにずっと取材をしてまいりました。で、私は政治記者として日本の政治をどのようにして変えればいいかということをいろんな方々に取材してきたわけでありますけれども、その中で私が感じましたのは、どうしてもですね、その皆さん方が言ってることが納得いかない。特に外務省に来ましてもですね、どうもやっぱりね、はっきりしない。で、いろいろ取材していますと、結局それはアメリカの意向に逆らうことができない、アメリカの意向を受けて、そして日本が政策を決めているということが分かってまいりました。そこで私は、ちょっと退職を早めまして、アメリカに渡りまして、今ご紹介いただきましたように、アメリカの国立公文書館というところにあります。で、これはアメリカの政府が作った文書は全て30年間を経てばですね、公開をしなくちゃならないという取り決めになっております。最近は極秘とか、あるいは秘密だとかいう反抗をしまして、一部開示しないことが最近は増えてまいりましたけれども、原則で全て見ることができます。で、これを見ますとですね、日本の政治が日本でいくら取材してもわからないことが全てわかります。特に今日お話をいたしますと、憲法の問題、そしてから安保の問題、自衛隊の問題はそうであります。日本は自分で決められないわけですね。で、今日いただきましたこのテーマ、アメリカの世界戦略を担う大軍拡、そして今輝く憲法9条、今政府そして一部の野党はですね、いよいよ先だっての、地方選挙の結果もありまして、非常に勢いづいておりまして、憲法9条を変えるんだというところに来ておりますけれども、そのからくりをやはり多くの日本の国民の皆様にですね、やっぱり訴えて明らかにしていく必要があります。まずその前にですね、一番最初、今、先ほどからお話がありましたように、岸田政権がいかに大軍拡をやっているかということですね。これも先ほどから LINE の皆さんが私になりましたので、私は発しようって言いますけれども、一番のやっぱりね、大きな買い物はですね、全部アメリカの兵器産業から買うんですね。トマホーク、皆さんご承知だと思います。トマホークというのは、これはですね、今これから日本からですね、2000km ぐらい飛んでいくものであります。日本を守る、兵器ではありません。で、トマホークというのは巡航ミサイルと言いますけれども、これはこの巡航ミサイルだけじゃなくて、それに必要なですね、艦船に乗せる艦船の改造費、それから護衛艦艦船そのものを作る必要がある。トマホークだけではありません。 F-35B、戦闘機であるとか、あるいは F-16 戦闘機であるとか、たくさんの買い物をしますね。何のためか、これが問題でありますね。日本の防衛のためでしょうか。これはもう皆さんよくご承知のことと思いますが、アメリカを守るためであります。先ほどぐらいお話がありましたように、これも私がもう詳しくお話をする必要がありません。問題はなぜこんな無謀なことをするかということですね。で、これがまあ実はですね、アメリカの世界戦略にこうしてやっているということですね。で、岸田首相は昨年と今年のいずれも1月でありますけれども、アメリカに行きました。大体日本の首相は、政権を担当するようになりますと真っ先にアメリカに行くんですね。岸田もそうですけれども、まずアメリカに行きまして、そしてバイデンに軍拡の約束をしてまいりました。で、そのアメリカに行く前にあたりまして、
特に今年の1月の前にですね、今年の昨年の12月31日ですか、まさに年末もお集まった時に皆さんご承知ですね、安保三法3つの方ですね、その中のまあ3つの文書ですけれども、一番のまあ根幹になりますのは安全保障法制ですね。でその中に何と書いてあるかと言いますと、先ほど来お話がありましたように、いわゆる敵基地攻撃能力やつですね。でこれを書き込んで、これをバイデンの方に報告に行ったわけであります。それでアメリカによってですね、あ、この政権だったらまあ大丈夫だろう、よし、じゃあしばらく続けるかということになったわけであります。日本の政治というものはアメリカに認知されないとできない。従いまして、この敵基地攻撃能力論というのをお土産にしてアメリカに渡ったわけであります。で今、そして、これを中身が問題でありますけれども、これは敵基地攻撃能力論、私言いましたけれども、実際にはですね、もうこれは日本からですね、周りの国にですね、日本が攻め込むことができるものなんですね。従いまして、単なるこれはですね、基地ではございません。基地だけを攻撃することはできません。周りの国、国そのもの、敵国国ですね。そして、攻撃能力でありません、攻撃するということであります。なぜこんなことをするのでしょうか。それはアメリカが先制攻撃戦略を取っているからですね。これはもう皆さんご承知かと思います。アメリカが攻撃されていなくても、アメリカは、先真っ先に攻撃する。最近皆さんスタンドオフミサイルという、これも今日お集まりの皆さんはご承知のことと思いますが、スタンドオフミサイルということが新聞の中に書かれてますね。スタンドオフというのはどういうことでしょうか。これは離れた場所という英語ですね。でスタンドオフミサイルというのは何かと言いますと、これは離れたところから攻撃できるということです。つまり日本から離れたところから、日本から攻撃するということがこのスタンドオフミサイルですね。でなぜ一体こんなことをしなければならないのかということですね。なぜあの戦争をやってきた日本、そして憲法でですね、再びそういうことをやらないという誓った日本が今なぜそんなことをやるかということですね。でそこが問題なんです。実は日本は自衛隊持ってまして、今自衛隊は海外派兵をどんどんやってきまいりました。今ちょっと行けなくなったんですね。これは理由は後で言いますけれども、自衛隊は海外に行ってまいりました。そして今もですね、海外で戦争するための準備をしております。日本防衛のためではないですね。でなぜそういうことがあるかと言いますと、自衛隊はその生まれた時からですね、アメリカの指揮下にあるということですね。もう一番最初、戦後、警察予備隊を作った時からですね、これはアメリカの命令でできまして、そしてアメリカ軍の指揮下にありました。で自衛隊もそういうふうになっております。で防衛省のホームページではですね、まあ、日本を守るということで、たくさんこれは、まあ、いかに今自衛隊がですね、勇ましいことをやっているかということがホームページに書いてありますけれども、実は防衛省が発表していないものがあります。それは何かと言いますと、自衛隊はこれまでどこで戦ってきたかということであります。これは防衛省のホームページには書いておりません。これは私がアメリカに行かないと分からなかったことであります。例えば自衛隊はアメリカのカリフォルニアに行ってですね、アメリカ軍と一緒に共同訓練をやっております。アラスカにも行っております。で、そこでは例えばモアベというアメリカの砂漠ですね、カリフォルニア、そこではですね、自衛隊員が全員戦死するという想定した訓練をやっておりました。でなぜ砂漠でやるかと言いますと、アメリカ軍はずっと中東だとかですね、アフリカの砂漠地帯を含めて戦争しているからですね。で自衛隊がアメリカ軍の指揮下で戦うためには、そういうところでもアメリカ軍の指揮を受けて戦えるように訓練をしておく必要があるわけでね、単に地図上でですね、アメリカ軍の指揮下にあるというわけではありません。あるいは、自衛隊はアラスカにも行っておりますね。なぜアラスカに行く必要があるのでしょうか。アラスカは非常に寒い寒冷地帯でありまして、アメリカは寒冷地帯でも戦争するということがあり得るからですね、自衛隊はアラスカにも行って訓練を受けるわけですね。で私はなぜそれがですね、
アメリカがそういうことをやるのかということを言いますと、実はこれはもう早くからですけれども、この密約ですね、アメリカ軍は、日本政府と密約を結んで、この密約を実行しろということをですね、表と裏と両面で繰り返し要求しております。表の話としては、例えばですね、皆さん1960年に安保条約、現行安保条約が結ばれましたですね、もう国会でを問え旗へと取り巻いて、国民が大反対運動を起こしました。しかしその直後からですね、安全保障法制、国家安全保障法ということで、アメリカ軍と日本国、日本政府はですね、協議を期間を設けまして、そこでアメリカ軍はですね、自衛隊がアメリカ軍の指揮を受けて戦争できる体制をどのように作ってきたかということを点検してまいりました。でそういう文書もですね、アメリカの公文書館で見つかりました。で、これがですね、日本が、この軍事力を増強する必要がある秘密であるわけですね。で先ほど来お話がありますように、自衛隊が装備している優秀な兵器は全てアメリカの兵器であるということは皆さんご承知ですね。ミサイルもそう、先ほど言いました巡航ミサイル、ストマホークもそうでありますし、全てアメリカの近代兵器を買っております。なぜかというと、これはですね、指揮系統なんですね。アメリカ軍の指揮と、そして自衛隊が指揮を一体化させるためにはですね、この細部に至るまでですね、この仕様を全てこれを一致させなければならないということで、したがってですね、日本にも軍需産業はあります。もちろん買っておりますけれども、近代的な兵器は全てアメリカの兵器を買うことになっております。そこで、それで自衛隊は一体どこでアメリカ軍の指揮を受けて戦争をするのでしょうか。皆さんちょっと振り返ってみましょうね。アメリカ軍はこれまでどこで戦争してきたでしょうか。朝鮮戦争でしたね。ベトナム戦争、まあ皆さん、ご年配の方はご記憶があると思います。湾岸戦争、イラク戦争、そしてアフガニ戦争、もうアメリカはこれまでざーっと戦争ばっかりしてきました。で今はアメリカ軍はですね、イラク戦争とアフガニ戦争でもう大変なひどい目に遭いましたもんで、今は直接やっておりません。しかし中東であるとかアフリカ大陸であるとか、多くのところに軍隊を送りましてですね、いつでも開戦ができるように準備をしております。で今までアメリカ軍はなぜ、そうなのかと言いますと、アメリカ軍はそれらの戦争によって多くの人たち、兵士を失いました。そしてアメリカ国内では反戦運動が起こりましたですね。皆さんご承知のように、あのヘンリー・フォンダという女優さん、あの方はもうイラク戦争の時からですね、看板をかけて、そして何回も投獄をされました。で彼女はそれでも屈せずに、今もですね、一人でも座り込んでですね、あるいは一人で歩いて看板をかけてですね、やっております。アメリカではですね、そういうふうに民主主義の伝統があるわけですね。で当然彼女の周りにはですね、たくさんの警官が取り巻いておりますけれども、彼女はひるません。アメリカではそのようにですね、激しい、まあ、戦争と平和の戦いが、繰り広げられております。でしかし皆さん、それは日本国民もそうだと思います。あるいはもっと激しくですね、激しくて粘り強く日本国民は戦ってまいりました。でそれがこの憲法9条ですね。これは皆さんもよしご承知になりますけれども、1946年に憲法が作られまして、1947年から施行されてまいりました。で先ほど来お話がありますように、アメリカはその直後からこの憲法を変えるということで執拗に要求してまいりました。でそれを受けまして、いわゆる自民党政府ですね、はもう繰り返し憲法9条を変えるための案を作り、そして策動をしてまいりました。でしかしまだ実現できておりません。それやはり我々の皆さんのような戦いがあったからなんですね。しかし皆さん、いよいよ岸田内閣の下でですね、その正念場を私が迎えていると思います。新聞なんかでご承知だと思いますけれども、自民党憲法調査会ざわっと開かれておりますね。
そしてそこで岸田首相は何を言ってるか、これはまあ新聞でもあまり書かれていないんですけれども、式辞ではこのように檄を飛ばしております。憲政史上初の大事業である憲法改正の実現に向けて運動を加速し、邁進しなければならないというふうに大号令をかけていますね。で、岸田首相は今この連休にですね、どこ行ってるかといいますと、ケニア、モザンビークなど今アフリカ諸国を回っておりますね。それはなぜかといいますと、アメリカの次の焦点が中東であるとか、まあ、特にアフリカに向けているわけですね。今アフリカで大陸ではですね、アメリカをはじめ、それに中国、それに今ウクライナを侵略しているロシアですね、これが入り混じりまして激しい覇権争いをしております。私はこの岸田首相がですね、この連休を利用してアフリカに行っているのは、このアメリカの戦略に雇用したものであるというふうに私は見ております。今日は、まあ、時間の関係で証拠はありませんけれども、でこのアメリカでですね、なぜそれでは岸田が行くのかと言いますと、日本は先ほど来お話がありましたように、日本は安保条約、日米軍事同盟というのを結んでおります。で先ほど来お話をしておりますように、この日米軍事同盟の下で自衛隊がアメリカ軍の指揮を受けて戦争するという密約が結ばれておりますから、アメリカの戦略にこうして日本政府が動くわけであります。でそこでアメリカはですね、自衛隊をそれでは海外の紛争でどのように参加させようとしているのかということですね。でこれは皆さん、これまでの例えば2015年の安保法制、これを見ていただきますと分かりますけれども、ただアメリカにくっついていくというだけではありません。このアメリカ軍が実際に戦争を起こしますと、アメリカ軍がその指揮を受けて、実際に戦争するということになっているわけであります。例えば、イラクですね。イラクにアメリカ軍が、2003年から激しい戦争をやりました。でその時に自衛隊はですね、サマワヤというところに駐留をいたしまして、そしてどんどん攻撃もされてまいりました。で非常にこれは危ないということになりまして、まあ帰ってきたわけでありますけれども、それから、自衛隊は南スーダンというところにおりました。今皆さんご承知のようにスーダンでは激しい、まあ、内戦が起きておりますね。でアメリカはスーダンでひどい目にあったもんですから、今まだ周りに 軍隊をたくさん配備してですね、睨んでおりますけれども、まだ開示はしておりませんけれども、アフリカはスーダンをはじめですね、いろんなところですね、戦争の火種が残っております。従いまして、アメリカはいつでもこのアフリカにもですね、日本の軍隊、自衛隊を出せるように今いろいろ準備をしております。でそこで一番やはりアメリカが考えていることはですね、やはり邪魔になる日本国憲法の特に9条ですね、これをどのようにして変えるかということが、まあ、最大の今問題になっているわけであります。今もしかし皆さん、多くの日本国民は今も憲法、皆さんはじめですね、憲法9条が大事だと思っております。今日の、まあ、新聞の世論調査でもですね、朝日新聞になりますと、やはり憲法を変えてはいけない、特に9条を変えてはいけないという世論が非常に多いわけですね。そこでアメリカは戦後ずっとこの憲法を変えるための策動をしてまいりました。しかし先ほど言いましたように、ずっと失敗をしてまいりました。でなぜかと言いますと、これは、日本国民のこの平和の願いですね、あのひどい戦争にあって、日本国民は憲法を守って、これをやはり、崩されたらまた戦争になることをよく知っているわけですね。そこで今自民党政府、あるいは日本政府、そしてその背後にいるアメリカが何を考えているかということをちょっと私はこれからお話したいと思うんです。憲法9条をそのものをスパッ、これができればいいんですけれども、今の世論調査からの情勢から言ってもですね、
今多くの人たちの意識から言ってもそれはなかなか難しいだろうと。戦後長い間アメリカがやってきましたけれども、まだ成功していません。じゃあどうするかということで彼らが考えたことがあります。それは何か、皆さんご承知でしょう。緊急事態条項、お聞きになったこともあるかと思います。緊急事態条項というのは何かと言いますと、例えば原発事故が起きた、あるいは自然災害が起きた、こういう緊急事態は日本でもいつでも起こるんだよと。でその時に憲法にそういうことの取り決めがなければこれは対応できないではないかと、こういう、まあ、論理立てですね、理屈ですね。で、この緊急事態条項、問題はですね、緊急事態ということは私も否定しません。問題はそれを憲法に書くということですね。これは緊急事態に対象するというところに目的があるのではなくって、憲法を変えるというところに実は狙いがあるわけですね。先ほど来申し上げておりますように、戦後、70数年ですが、76年、憲法は一時といっても、私たちは変えることを許してきませんでした。で、この緊急事態条項、自然災害、あるいは原発事故に、対応するということで、憲法を変えるということでですね、憲法に初めて改正する、まあ改悪することができるわけですね。で問題は皆さん、このね、緊急事態条項というのはですね、まだ多くの方々に知られていないということなんですね。共同通信社の世論調査がございまして、最近この3月でしたか、新聞に出ておりましたけれども、緊急事態条項に賛成ですか聞きますと、40% の方は賛成と答えております。で、反対の方と言いますと、これも 40%、つまり拮抗しているわけですね。で、私は例えば9条を変えてもいいですかと言いますと、反対というのが非常に多いんですけれども、同じく憲法を変えるんですけれども、緊急事態条項は賛成ですかと言いますと、4割の人が賛成する。そういうことで、まだ多くの国民の皆さんにですね、この問題の本質が知られていないということを今日私は皆さんにお訴えしたいと思うんです。彼らは憲法9条が狙い目なんです。おそらくこの、緊急事態条項という名目で憲法に手を加えますと、必ずその次にはですね、憲法9条の改悪に突き進んでまいくると思います。これは皆さん、例えば私たちが反対して自衛隊の海外派兵にはずっと許さないできました。しかし一番最初はですね、どこに行ったかと言いますと、テロ対策だということで行きまして、その後どん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 ですね、拡大をしてまいりました。そして今やどうなっているかと言いますと、自衛隊は重武装してですね、中東だとかアフリカに行く準備をしております。先ほど言いましたように、すでにイラクのサマワというところに行ってまいりました。そのように一歩ですね、この改悪に手をつけますと、もうとどまるところを知らないところまでですね、この憲法の改悪が進んでいくと思います。そこで皆さん、今日はですね、この憲法記念日にあたりまして、ぜひ一つですね、この緊急事態条項の危険性を多くの方々にですね、広めていただければありがたいと思います。だいぶ時間も迫ってまいりましたが、それから最後に私はこの日本の平和憲法ということについてお話をしたいと思います。私は、アメリカの国立公文書館に行きまして、この憲法9条がどのようにして作られたかということも調べました。で、それから、私はそのアメリカの国立公文書館に、そこにまあ、専門家がたくさんありまして、日本国憲法、特に9条はどのようにして作られたのですか、それを調べたいんですというふうに言いましたら、アメリカの専門家が、あ、それだったらですね、ルーズベルト図書館に行きますというふうに言ったね。皆さん、この憲法というのはですね、この日本が世界を敵に回して戦争している時ですね、ドイツのナチスであるとか、あるいはイタリアのムソリーニであるとか、こういうファシズムの国と一緒になりまして、日本は世界を相手にして戦争してきました時に、
日本に再び戦争させないためにはどのようにしたらいいかということが国際連合で議論されました。特に日本ですね、日本は非常に野蛮な国である。あの当時はですね、この日本に、戦争させないためにはどのようにしたらいいかということで、議論が行われました。国連で行われました。でこの国連を作った非常に、有名な方ね、アメリカのルーズベルト都市官、ルーズベルト大統領がおりまして、でその方だとか、それからアメリカの平和民主主義の人たちが寄りまして考えましたのは、この憲法9条の精神ですね。で憲法9条には皆さんご承知のように第1項何と書いてありますか。日本、武力の行使は、武力による威嚇、武力の行使をこれをやらないということが第1項に書いてありますね。でこれは、多くの方々がですね、変えてほしいことじゃないかというふうに言う人もおります。しかし私はですね、大事なことは彼らは今つまり自民党政府あるいは与党はですね、この第1項には手をつけないで、第2項ですね、第2項には何と書いてありましょうか。今日皆さんお犬の方よくそうしたと思います。陸海空その他の戦力はこれを保持しない、国の交戦権はこれを認めない、これが第2項ですね。でこれは世界になる日本に本当に誇らしい、条項であります。なぜこのようなですね条項を設けたのか、日本はまた戦争するであろうということが予想されるからであります。そして今そのようになってまいりました。この条文も皆さんよく社会説法ではありますけれども、陸海空その他の戦力ですね、その他というところで私は非常に着目しております。陸軍海軍、空軍を持たないだけじゃありません、その他の戦力ですね、つまり戦力に相当するものは全てダメである。自衛隊はもちろん戦力でありますが、もういろんな形を変えてですね、日本は海外に、武力行使ができるような一つ体制を作ると、そういうこともこの憲法9条の下ではできないんですよということが書いてあります。もちろん抗戦することはできないことがあります。したがいまして、この憲法9条、憲法記念日にあたりましてですね、改めてこの憲法をもう一度呼び直しましてですね、一つ大きな、まだまだ多くの人たちの知らない方もおられましたので広めていきたいというふうに考えております。いよいよお時間も迫ってまいりましたけれども、最後にで私は皆さん、この憲法は一体素晴らしい憲法ですね、誰が作ったんだということが、憲法学会でもですね多くの方々が議論しております。本屋さんに行きますとたくさんの憲法書が出ております。しかし私はですね、多くの出ている憲法書の中ではこの9条の精神、なぜこういうものが作られたのかということを、書いたものはあまり見かけません。でそこで私は、最後にですね、これは皆さんいろいろ賛否があると思いますけれども、ご紹介をしておきたいと思います。私は先ほど申し上げましたように、国立公文書館で当然憲法のことについて9条が成り立ちにつきましても調べました。でその時にですね、アメリカ国立公文書館の人が教えてくれました。実はですね、ここにはですね、ケナンファイルというのがあって、ケナン、皆さんケナンというのは聞いたことありますでしょう。ジョージ・ケナンという方でありまして、この方はアメリカの戦争の末期に、モスクワの駐在武官、駐在公使をやっておりましてですね、でこのことは日本でも有名なんですけどね、当時のトルーマン大統領にですね、対ソ戦略を、進言したということで、日本なんかでもあまりいい人のように思われませんでおりませんが、このケナンということは、戦争がありましてもうかなり経ちまして、1962年にケナンという人が日本に参りました。そして、いろいろ言われました。で同時にその日本のことを調べました。で同時にですね、ケナンはマッカーサヤに日本のことを調べて会いに行きました。ケナンは日本に来て、私たち日本国民がいかにこの平和憲法を持っているか、その日本国民の意識の高さに驚いたわけであります。
そこで彼はもう一度アメリカに帰りまして、マッカーサーに会いに行きました。マッカーサーは皆さんご承知のように、まあ、かなりお年を取ってからもねレタイアしておったんですが、一体日本国憲法の9条を作ったのはあなただというふうに言われていますから、そうなんですかというふうに聞きました。マッカーサーはケナンにこのように言いました。これは、まあ、私は大事なことですから、ケナンファイルにケナンが書いていることね、マッカーサーにこのように書いています。憲法の初期点、例えば戦力とその使用を永久に放棄することなどは日本人の日射部のせい、日射地区の成果であって、戦争の成り行きが日本人の心理に深刻な影響を与えたからだね。あの深刻な戦争を体験したでね、日本国民が再び日本は戦争をしちゃいけないということで、まあマッカーサーはあの占領行政をしておりましたからね、日本国民の意識がよく分かっておりました。でそれに基づいて、まあ、占領行政をしていったわけでありますけれども、マッカーサーはそのことをその直後にも喋ることができませんでして、まあ長い間経ってからですね、このケナンにそれを言うことができたわけであります。ですから私は日本国民は戦後76年にわたりましてですね、この憲法をしっかり守ることができたんだというふうに思います。これは引き続き私たちはそれができると思います。私たちの世代だけじゃなくて、私たちの、子供孫にもですね引き継いでいくのが我々のこの世代の責任だというふうに思っております。でしかし皆さん、先ほど来お話がありましたように、この憲法記念日にあたりましても、もう新手のですね、改憲策動が始まっております。一つ皆さん、この政治の動きにもですね十分に注意してですね、この動きに我々が対抗していきましょう。先ほど言いましたように、今の政治情勢を見ますとですね、9条をめぐる情勢は極めて重大になっていると言わなければなりません。ぜひ一つこの情勢についてもよく研究してですね、皆さん力を合わせてこの日本国憲法とりわけ9条を守っていこうではありませんか。その私も先頭に立って頑張ることを、年は取ってますけれども頑張ることをお伝えして、皆さんと一緒にですね、この方面を進めたいと思います。今日はご視聴ありがとうございました。皆様、日本は今危機的状況ですね。キーワードは憲法、日米指揮権密約、緊急事態条項です。今一度末波康さんに盛大な拍手をお願いをしまいたします。皆様、ここでさまざまな形で平和に向けて取り組まれている3人の方からアピールをお願いいたします。安保3文書では主要な防衛施設の強靭化も明記されました。京都府内でも舞鶴総監部の地下施設化をはじめとして、日本が戦場になることを想定した動きが出てきています。今日は舞鶴平和委員会の高橋一郎さんに現地からの報告をしていただきます。よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。舞鶴の事柄を報告をさせていただきます。ありがとうございます。日本国憲法は私の1年先輩です。私は彼の背中をずっと見て今までここに来ました。で、日本国憲法が私たちの暮らしの隅々まで行き渡って、生きて働いていることを実感しております。12条は今あるかを想定して、これを守るために普段の努力を続けなければならないと私たちに叱咤激励しております。舞鶴の総監部司令部が地下要塞
核兵器に備える要塞になるということです。イージス艦に貫通能力も強くいい、クラスター機能を持つ最新鋭のトマホークが配備されるということで、私たちは本当にびっくりしております。京ヶ岬には金融チェーンの一番最初の目になる米軍のレーダーが設置されています。彼らの米軍関係者が福知山の自衛隊基地で射撃訓練をしています。舞鶴のイージス艦とつないで京都北部は戦争のための戦争準備のトライアングルができてしまっております。戦争という手段を取らない、戦力を持たない、国の交戦権は認めないとした心した私たち、日本の国の形を変えることになります。これは許せません。舞鶴では一層切実感を持って感じております。舞鶴は比較的穏やかな基地です。米軍はいません。それは原発があるし、入り口が狭くて逃げられないということなんでしょう。さあ、この一大事を私たち舞鶴が知ったのは11月の市会議員選挙が終わってしばらくした12月の中頃でした。安保法制で3文書を読み返してみると、基地の強靭化が書き込まれていました。私たちは読み落としていました。総監部へは公に展開しましたけれども、核兵器に備えるものだというのは気がついていませんでした。国会議員の質問の中で、これは本当に大変やなということを背筋が寒くなる思いをしてきております。日本国憲法をこの77年の日本の平和民主主義の社会の営みも、先の悲惨な戦争のことをも顧みない今のこの政府に、心から私たちは許せないし、とどめなければならないということを思います。2月の市長選挙では、私たちの先頭に立ってくれた竹内正夫さんは、舞鶴を出撃基地にするな、市民がトマホークを枕にしてすることになると警告してくれました。要請を目指した市長は11月の選挙を前に、去年の9月市議会で、舞鶴は50年100年先国防の拠点としてあるべきだ、我々市民を説教しました。で、彼の非民主的な事柄やとか、住民生活にしわ寄せするということの不満から、彼の要請は許されませんでした。しかし次の市長は維新の推薦を受けた市長で、議員の質問に新しい市議会で、こう言いました。計画を知っているんだけれど、憶測では答えられないから、総監部の老朽化を修繕はすることは聞いていると言いました。候補者が並んだ公開討論の場では、軍需産業の誘致が必要だというふうに述べているわけです。で、私たちは今ここにありますように、防衛庁総監部に市民に説明せよ、沖縄の石垣島と同じ状態なわけですから、舞鶴もですから、これを今やっています。で、メーディーでもこれ毎日新聞取り上げてくれました。私を大きく写真にこれを持ってるのをね、プラカードにしたんですけど、これを写真入りで紹介してくれました。私末並さんも年寄りだというふうにおっしゃってましたけど、私でも十分そうなんで、もう残り少ないわけですけど、次のこと、私たちはこの77年間憲法とともに生きてきました。徴兵制はありませんでした。私の父親はビルマの生き残りなので、戦争2世の私たちとしては、この私たちがこの77年を次に伝えなければならないと思います。
とりわけお年寄りの皆さん多いですから、必ずそれをやりきって、でそれの集団自衛権のもとは、集団自衛権のもとは日米安保条約軍事同盟ですから、10条の切り札を僕らは持っているわけですから、これを必ず使う、そういう政府を作るということを呼びかけて終わります。高橋さん、ありがとうございました。さて、今も続くウクライナ侵攻では原子力施設が攻撃目標になり、核兵器の使用の恐れも叫ばれています。京都は若さに原発を変えており、戦争と原子力の問題は他人事ではありません。この問題についてジャーナリストのアイリーン・ミヨコ・スミスさん、よろしくお願いいたします。どうも皆様こんにちは。アメリカ国籍を持っている私を呼んでくださっているというのは、やはり市民レベルではみんなつながってるんだと、戦っていくんだかだっていう印でもあると思います。ありがとうございます。ご存知のように日本の原発54基はテロの攻撃対象になります。そういう心配が具体的にあります。それともう一つ、日本の原子力発電所はこの半世紀何をしてきたかというと、原爆の材料となるプルトニウム、それを原子炉で電気を作っている間どんどん生み出しているわけです。大量のプルトニウムができてしまってます。で、先ほど私は公式確認から60年経った水俣から帰ってきました。で、外国ではですね、この水俣の戦いは、戦後の民主主義を求める戦いというふうに言われています。で、私はこの核のない日本を絶対に求める、続ける、それと原発の反対の運動は同じくこの戦後のずっと貫いていってる民主主義の戦いだと思ってます。それは何かというと、一人一人の命、そして自分たちの大切な地域を生きる、要するにそれを守るため、その生きる尊厳を獲得するための戦いです。で、この戦いは今でも続いています。福島の事故の後、原発は2年近くゼロになりました。全く動いてませんでした。それを岸田政権の下、日本の政府、そしてその原子力産業の利権がですね、強引にもう一回全面的に原子力を復活させようという推進の法案を非常に非民主的な 方法で作り上げて、そしてそれを国会に今出してます。で、6日前に衆議院を可決してしまいました。で、今後参議院に行きます。この GX というグリーントランスフォーメーションという、グリーントランスフォーメーションという名のもとで原子力を強硬に推進するこの法案に断固として反対していきたいと思います。で、これは私たち、会場にいる私たちだけではないです。この3月にですね、共同通信などの組織が作っている日本世論調査会では、この岸田政権のやろうとしていることの三本柱にはっきりと嫌だって言ってる多くの市民、全国がいるっていうことも分かりました。結果を見るとですね、最大限の原発の活用の方針について評価しないが 64%、 それから廃炉した原発のところに新しい原発を作るなど、そういうような建設の推進に対して 60% が反対、それと60年超える運転の原発の運転の延期、運転 の期限の延長ですね、延長に対してどのぐらい反対しているか、 71% もの人が反対しているわけです。で、この今の状況の中ですね、例えばこの関西、福井県とこの関西はその嵐のように来るその台風の目の真ん中にいるわけです。なぜかというとですね、この老朽原発を強引に推し進めるかの
時代に突入するかしないかの決める現場がここだからです。高浜1号、2号、両方ともほとんどもう50年近く動いている原発です。それを強引にずっと老朽で進んでいくということをしようとしているんです。で、関西電力は昨日まで6月にも1号機をで7月に2号機を運転再開するんだと言ってました。で、この原発っていうのはどういうふうに怖いか、全ての放射性物質が入っている原子炉が50年間ずっと被爆してるんですね。ボンバンバンバン被爆で当てられてるんです。どのぐらいもろくなってるかは正確にわからないまま、検査できないまま動かそうとしてるわけです。それと何万キロもあるケーブル、もう50年間動いてるケーブル、どういうふうになってるかの実態がはっきりわからないのにそういう原発を動かそうとしてるわけです。そして私たち市民はこれ全国避難計画があるんですけど、どこの原発の周りでも、まあ、の我々京都府民はですね、12万人大きい事故が起こったら逃げなければいけない。今舞鶴のお話もありましたけど、舞鶴市民8万人一人残らず逃げなければいけない。本当に最後にホスピスで最後の日々を暮らしている人も、昨日生まれた赤ちゃんも、養育合社、養育護者、もう今度頑張って生きていこう、高校受験してようという人も、中小企業で働いてる人も、シングルマザーも一人残らず逃げなければいけないんです。一つの企業が電気を作りたいがために。で、この逃げてくる人、京都市内には舞鶴市民6万人が来ます。私たちが知ってる周りの大学、高校、全ての日常的に使ってる施設、みんな来るわけです。そして汚染はどのぐらいあるかっていうことをちゃんと測ってもらわず来るんです。測るのは代表だけです。しかもこのレベルだったらいいよっていうレベルは何ですか、どういうレベルかというと、普通の病院で放射性物質の管理区域から持ち出してはダメな放射線度の30倍がフリーパスです。そのように北部の人と南部の人を喧嘩してしまうような、お互いを苦しめるような、北部の人が汚染されてるよって言われちゃうような、南部の人も苦しまなければいけない、そんなようなもの、それをなぜするんでしょうか。で、今現在ですね、この原子力の推進は何をしようとしてるかっていうと、もう斜陽でどんどん下火になっていく産業をどうにか救おうかと、そのどうにか救おうかの政策です。そしてそれには何をやってるかというと、日本中の自然、営み、そして私たち全てを船に乗せて原子力のカジノに送り込んでるんです。そしてそのカジノのテーブルに、その私たち全てをテーブルに置いて博打をする。きっと大丈夫だ、電気をもっと原発で作ってもきっと大丈夫だ、でも大丈夫かもしれない、その場合これが担保なんだという、そんな何でしょう、そんなこと。そしてその原子力はですね、やっぱり裸の王様です。今電気をどのぐらい作ってるんでしょうか。日本の中で日本の電気の 8% しか作ってないんです。 8% です。 8% なのになんかでっかい大物のように振る舞ってます。その 8% を2030年までに21から 22% にするがためにこういうことをやってるわけです。そして何をやってるかというと、日本の原子力政策の根幹、ゴミの対策の根幹、最終処分の根幹は何かというと、200トンのプルトニウムを燃やすことです。普通の電力会社がこの核兵器転用物質を使うという、そういう政策なのです。その政策なんです。この最終処分の話っていうことをよく聞きますけど、責任を持って最終処分しなければいけない、それは何を言ってるかというと、200トンのプルトニウムを使うという計画なんです。そういうものに断固として反対していけなければいけないです。で、原子力は裸の王様です。関西電力がちゃんともう夏のための初めから電気作るよって言ってるのに、昨日発表でテロ対策の火災防護のための対策がちゃんとできてないということで、そしてだから運転が6月から7月でなくて、いつになるかわからないけど夏中やるんだと言ってます。だけどもこうやって原子力は裸の王様なので、もう目の前に本当に何週間迫ってたものが伸びました。だからここでいつも私たち市民は戦う余裕ができてきます。そして全面的に戦っていきましょう。で、若い人こそ本当に
元気に生きていきたいよと、いっぱいやりたいことよあるよっていうふうに思ってるので、本当にその全ての世代がつながって、そして私たちの生活、そしてこの豊かな自然を守っていきましょう。ありがとうございます。アイリーンさん、ありがとうございました。最後にこれからの憲法を守り生かす運動を担う世代の方にお話しいただきます。若者憲法集会から実行委員の土田伊豆さん、お願いします。皆さん、はじめまして。若者憲法集会立命館実行委員会の土田伊豆と申します。1947年5月3日、96年前の今日、非常に民主主義的で画期的な規定が盛り込まれた日本国憲法が施行されました。日本国憲法は朝鮮戦争や東西冷戦、国際協力の発展や米中の衝突、ロシアのウクライナ侵略や感染症の拡大といった困難に直面した際に、根本規範として平和主義や基本的人権の尊重の観点から時の政府の暴走を抑え、市民の幸福を守り続けています。私はこの憲法が施行76年を経た現在、そして憲法の理念が達成されるその日まで、この国の最高法規としてあらゆる物事から私たちの命と暮らし、そして自由と尊厳を守るための力となることを願います。ありがとうございます。そのような願いの中で、どのようにすれば軍事による対抗ではなく憲法9条を生かした対話による平和外交に進むのか、格差や貧困、将来の不安を減らし自由で平等な世の中を作ることができるのか、憲法に根ざした政治を生み出すことができるのかと考え、友人たちと共に若憲実行委員会を立ち上げ、身近な友人や大学の新入生を誘って憲法の基本的な考え方から学習を行っています。ここで先日ある学生と行った対話や学習についてお話ししたいと思います。彼は初めに、ただ結局憲法に書いてあることって理想論ですよね、現実が見えてない気がすると感想を述べ、学習を行った後も少し腑に落ちない表情をしていました。そして私も彼の言うことに共感してしまうような、そんな3年間社会から切り離された学生の持つ現状を受け入れてしまう社会に対する諦めの感情なのです。それは戦争は嫌という感情や、この条文を変えてしまえば戦後日本の価値観を根底から否定してしまうという理性による自己の表現を覆せようとしてきます。私たち学生はすでに生まれた頃から不景気で、で社会を変える何かというものを実感したことがありません。そして小中学校の義務教育や高校、大学教育の中で常にセルフマネジメント、いわば自分磨きをし続けることが美徳であるとされてきました。セルフマネジメントとは一般的には自己実現や組織の目標達成のために自身の感情や行動を制御することを言います。生まれてからの20年を常に改革や競争という潮流の中で過ごした現代の学生や若者は、目の前のサバイバルを生き残るために、これからの価値観を自分自身では認識することができないまま内面化し、上位下達の社会の中で自らの考えを言い出しにくく なっています。以上のような私が活動の中で考えたことは世論調査でも現れていると考えます。今朝の朝日新聞さんの世論調査では、今の日本の憲法は
全体として良い憲法だと思いますかという質問に対して、良い憲法だと思うが 52%、 そう思わないが 38%、 そして憲法第9条を変える方が良いですか変えない方が良いですかという質問では、 55% の人が変えない方が良いと答えています。だが今の憲法を変える必要があると思いますかという質問に対しては、変える必要があるが 52%、 変える必要がないが 37% となっており、先日の北朝鮮のミサイル発射に伴う J アラートの発令のように、連日の我が国に迫り来る危機が懸念される中で、日本中の自衛隊基地の地下化や舞鶴などでは大型の弾薬庫建設が計画されています。私自身これらの事実を報道で見ていると、まるでこの道しかないかのような印象を受け、もう決まってしまったのなら仕方ない、もしアメリカの戦争に巻き込まれ攻撃された時は徴兵されるしかないのだろうと諦めてしまいそうになることもあります。ですがここに来られた皆様方と共に、そしてこれからを担う私たちこそが主役だと、施行から76年間市民と学者や弁護士、政治家の皆さんが守り育ててこられたこの憲法を、この社会で実際に花咲かせたいと思います。ご清聴ありがとうございました。土屋さん、ありがとうございました。大軍拡大増税の第一歩になる予算が国会を通ってしまった今、私たちは憲法を守り生かす取り組みを強めなければならないと思います。京都府の市民によるこれからの取り組みについて、市民アクションの梶川健さんに提起していただきます。梶川さん、お願いします。皆さん、ご苦労様です。今後の取り組みについて提起をさせていただきたいと思います。2月の19日に行われましたデモ前集会で、この音楽堂で私は、南西諸島や沖縄などが攻撃の拠点になり、 X バンドレーダーその目となり、トマホークの出撃拠点が舞鶴自衛隊となる、舞鶴海上自衛隊の総監部を地下化しても市民は捨て石にする、これが政府の姿でことの本質だと述べました。今その動きは京都府内各地の自衛隊の強靭化へと具体的に広がっているではありませんか。石垣市議会の決議があります。石垣市議会は平和発信の島、平和を希求する島との決意のもと議会活動しており、自ら戦争状態を引き起こすような反撃能力を持つ長射程ミサイルを石垣島に配備することを到底容認することはできない、この決議に団結しようではありませんか。安保三文書の撤回、大軍拡と大増税反対の岸田政権宛ての今日もお配りをしておりますこの署名、これを、この間急ぎ集めてまいりました。3月の29日に1万788筆を内閣府に代表が出向いて提出をいたしました。まさに短期的な勝負で、皆さんが全力奮闘で集めていただいた平和の願いが詰まった段ボール箱になりました。国会で大軍拡の予算を強行していく、政府与党と維新の会などが戦争したがる競争する異常です。こんな時こそ改憲、戦争する国を阻止する野党共闘をもう一度呼びかけたいと思います。暴走国会を包囲をして内閣へ反対を突きつける署名です。
本日を結集日に皆さんに呼びかけておりましたけれども、今日の会場に3280筆が現在届いております。この1ヶ月さらに総結集をお願いをして、6月の初めにもう一度上京して提出に参りたいと思います。新幹線の切符を準備して私も決意を固めたいと思っております。岸田政権退陣の思いを込めて署名を一気に広げましょう。集約をして提出準備をしたいと思います。今日の署名用紙は今日は2枚皆さんにお渡しをしております。司会からもありましたが、1枚はまだお書きの出ない方がいらっしゃいましたら、いっぱいにしていただいて帰りに受付でと。もう1枚まで書いてしまいますと家でコピーする部分がございませんので、2枚目は持って帰っていただいて広げていただく、そういうふうに使っていただきたいと思って、今日は丁寧に2枚を入れさせていただきました。5月末目指して集約を一気に進めたいとも思います。戦争法の戦いの時のように地域で共同して宣伝と署名デモにも取り組みたいと思います。次回19の日は5月19日金曜日ですので、午後6時半から市役所前で、デモの準備に入りたいと思います。安倍首相は私を忘れませんけれども、2020年8月の辞任の記者会見で、会見について残念ながらまだ国民的な世論が十分に盛り上がらなかったのが事実であり、それなしには進めることはできないのだろうと改めて痛感をしていると述べました。そしたら岸田首相はどうしたか、国民世論を避けて国会に諮らず閣議決定で戦争しに行く国と大軍拡をこそっと決めたではありませんか。こんな小手先は絶対許されません。今日の京都新聞の社説がございます。平和主義、基本的人権の尊重、国民主権、憲法の三原則は色あせるどころか混迷の時代を照らす羅針盤になり得る。暮らしの中で向き合い血肉としたい、こういうふうに今日の社説は述べました。皆さん、憲法を暮らしの中から向き合って岸田政権と国会を世論と運動で私たちが一緒になって包もうではありませんか。今日この場に お越しでない皆さんにも大いに声をかけていただいて大運動を巻き起こしてまいりたいと思います。そのことを呼びかけまして今日の皆さんへの取り組みの提起とさせていただきます。皆さん一緒に頑張りましょう。橋川さん、ありがとうございました。ここで本日の集会アピールを採択したいと思います。本日のアピール案は、私たち参加者の決意を表明するとともに広く市民に呼びかけていくものです。それでは朗読させていただきます。集会決議案。日本国憲法が施行されて今日で76年となります。この憲法は2度の世界大会の中で、世界大戦の中で多くの人の尊い命と暮らしが奪われ、人類を破滅に導く核兵器までが使われたという痛苦の経験をもとに、軍事力に頼らない平和の実現を目指して制定されました。そして日本は憲法制定後76年間自ら戦争を起こさず武力も使ってこなかったのです。日本はこれからも戦争をしない平和国家であり続けなければなりません。しかし今日の現実に目を向けると、2015年の安保法制の制定以降、日本は戦争する国に向かっていると言わざるを得ません。軍事面では日米の大規模軍事演習が繰り返され、南西諸島をはじめとした広い地域で大規模な
軍事要塞化が進められています。さらにロシアによるウクライナ侵略や米中の覇権争い、北朝鮮によるミサイル実験などを口実として戦争や軍事力による紛争解決を肯定する声も強まっています。これとこうして政府は台湾有事を想定したアメリカのための戦争を担う国づくりを推し進めています。昨年末に閣議決定された安保3文書では、他国の領域に軍事攻撃を仕掛けることのできる敵基地攻撃能力を反撃能力と称して保有することを宣言しました。これは日本は自衛のための必要最小限度の実力しか持てないとする歴代政府の9条解釈に反して、9条2項の禁止する戦力を保持することに他なりません。憲法の内容を政府が閣議決定で独断的に変えてしまうやり方は、集団的自衛権の行使を認めたときと同様、立憲主義に反する暴挙です。しかもこの敵基地攻撃能力は集団的自衛権の行使としても使用できると言いますから、日本が先制攻撃を行うこともあるのです。その結果、防衛大臣が認めたように、相手国からの武力攻撃で日本も被害を受けることになるのです。現にここ京都でも精華町の陸自自衛隊の放送の分屯地にトマホークミサイル保有用の大型弾薬庫を整備する動きや、海上自衛隊の舞鶴地方総監部を地下化する動きが出ています。市民が戦争に巻き込まれる危険性が一層強まっているのです。また岸田政権は軍事費を2027年度には GDP 比 2% に、5年間で43兆円と大幅に増やすことも明言し、その一歩となる2023年度予算を今の国会で通しました。この大軍拡により、教育や医療、社会保障の予算が削られ、さらに大増税により市民の生活が打撃を受けることも目に見えています。戦争する国につながる動きは軍事以外の領域でも進められています。衆議院の憲法審査会では、今まさに緊急事態条項の創設に向けた動きが活発化しています。改憲派議員は緊急事態条項の創設を明文改憲の突破口にしようとしています。しかし、この条項を創設して緊急事態が宣言されると、国会の政府を監視する役割は果たせなくなり、市民の自由やな言論や生活はいとも簡単に制限されてしまいます。憲法審査会では9条改憲論も語られており、看過できません。また今国会での提出は見送られたものの、日本学術会議法改定の動きは、学術会議の独立性と自律性を毀損し、学術研究を政府の統制下に置こうというものです。自由を制限し、学術研究を軍事に動員しようというのです。私たちはこのような戦争する国づくりに反対し、歴史が逆戻りすることを食い止めなければなりません。そして憲法9条が目標とする外交努力や多様で多元的な対話による
平和の実現を追求していきましょう。そのために権力の大きな力の前にも諦めない市民として声を上げ行動し続ける覚悟を新たにしていくとともに、志を同じくする市民と野党の共闘を改めて強めていこうではありませんか。人種、民族、性別、年齢、境遇を超えて幅広い人々とつながり、平和を希求する草の根の力を信じましょう。本日私たちは日本国憲法の目標とする平和主義を守り抜き、さらに発展させていくことをここに宣言します。皆さん拍手でご承認ください。2023年5月3日 5.3 憲法集会 in 京都、参加者一同ありがとうございました。ありがとうございます。それでは決意を新たに頑張っていきましょう。引き続き緊急署名などを活用しながら対話を続けていきましょう。それではそろそろ閉会の時間です。集いの終了後、議論石段下から市場河原町を通って京都市役所まで憲法ウォークを行います。先導は宣伝カーで行い、市民へのアピールをします。コールは行いません。コール、シュプレッレイをプログラムと一緒に入れておりますので、ご参考にしていただき、それぞれ皆さんで行ってください。なお南座まで前ではコール等をお控えください。ぜひ憲法9条を大切にしたいという私たちの思いを道行く人たちに大いに伝えましょう。憲法9条京都の会の世話人の皆さん、先頭役をお願いします。お早めに小笠原世話人が持っている横断幕のところにお集まりください。本日皆さんからいただきました担保の金額は65万4,991円でした。集会参加者は分かりますか？集会参加者は2000人でした。それではこれをもちまして本日の集いを閉会とさせていただきます。京都市役所前まで憲法ウォークをご一緒にしましょう。私たち司会もこれで終わりとなりました。皆さんご協力ありがとうございました。